皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それではこれから FP 初級ガイダンス、 FP 知識を学ぼう、どんどんお金に強くなるということで、お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、今日は FP の初級のガイダンスですので、まず FP とはどういう資格か、そして FP の資格制度はどのようになっているか、そして FP ではどういうことを勉強するんだろう、そして、FP の受験に関する内容、こういったことをお話をしていきたいと思います。まず FP と言いますと、ファイナンシャルプランニングもしくはファイナンシャルプランナー、この2つの意味合いがあります。ファイナンシャルというのは財政上のとか経済的なといった意味合いですので、ファイナンシャルプランニングと言いますと、財政上の計画を立てる、ファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人、このような意味合いになります。で、FP の資格は今非常に注目されている資格です。FP 資格を目指したい、FP 資格をぜひ取得するんだ、そういう方が非常に増えていますので、FP に興味を持たれた皆様は、ぜひ、もうすぐに、学習を始めて、FP の資格を取得していただきたいと思います。で、FP ってどういう資格かといいますと、一言で言いますと、お金に関する幅広い内容を勉強する、このような資格なんです。今日の、このガイダンスのタイトルですけれども、まあ、どんどんお金に強くなるなんて書いてありますけれども、本当に FP のことを勉強する、お金に関する知識が、どん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 、ついてくる。で、それを生活に生かすこともできますし、またお仕事に生かすこともできる、このような資格なんです。で、この FP 資格ですけれども、非常に人気がある、そして、また近年では非常に社会的な認知度が高まっているということが挙げられます。どうしてこの FP 資格に、人気があるのかということですけれども、やはりそれは、私たちを取り巻くこう経済的な環境が、不安定になっているということも一つだと思います。以前でしたら、一つの会社に就職をして、ずっと定年退職まで働く、その中で、ライフプランというのは、おのずから出来上がってくる、このような形でしたけれども、今は、雇用も流動的で、何回も転職をしたりですとかね、また、まあ、自分がやりたいことにチャレンジをする、そのようなことも、もう自由にできる、というような形になってます。その中で、やはり経済的なこと、それは自分できちんと勉強して、自分の生活は自分で守らなくてはいけない、もう一つ、自分の夢を実現するためにきちんと、経済的な計画も立てていかなくてはいけない、そのようなことで、お金の知識を知りたい、また、自分の生活を、将来にわたって計画を立てていきたい、このようなことが増えている、これが FP 資格が非常に人気が高まっているということが挙げられると思います。今日皆さんのお手元に、まあ、ガイダンスのレジュメがあると思いますけれども、まあ、私たちの暮らしへの影響と不安なんて書いてありますけれども、今非常に物価が上がっているですとかね、それから、人口が減少している少子高齢化ですとか、このような社会問題もあります。で、その中で、例えば新NISAですとかイデコですとか、まあ、自分の資産を、老後に向けて形成していく、新しい仕組みがどんどんできています。まあ、新NISAって2024年から、今までのNISAが新しいNISAの制度になるわけですけれども、これで投資をしようかなと、そのようにお考えの方も多いんじゃないかと思います。で、その時に、じゃあNISAにすぐ投資をしよう、どういう株を買ったらいいんだろうか、それだけではなくて、まずはNISAってどういう仕組みだろうということも知らなくてはいけませんし、
その中で、どういう銘柄、どのような投資信託に投資をしたらいいんだろうかということを、リターンだけではなくリスクも含めて考えなくてはいけない。そして資産形成をしていく、それを自分のライフプランに落とし込んでいく、このようなことが必要なんですね。ですから投資ということでも、ただ儲けるということだけではなく、自分のライフプラン全体の中で、投資というのを考えていただきたい、このようなことも勉強できるのが FP の資格なんです。それではレジュメの2ページをご覧ください。FP が活躍できる場面とは、とありますけれども、最近では FP の社会的な認知度というのは非常に高まっています。もう FP というと、もう誰もが FP という資格、大体どういうことをするのかということを知っている、このような状況です。ですから、個人の方が、このファイナンシャルプランナーに、相談に行くという機会も増えています。まあ、相談に行くという時に、自分である程度知識を持っている、そうすると、まあ、プロであるファイナンシャルプランナーに相談する時もより深く、相談することができるわけですよね。で、そうやって個人の方が FP に相談する機会が増えているということは、それをビジネスチャンスとして捉えることもできるわけです。今では、例えば金融機関ですとか、生命保険会社、損害保険会社、そして不動産関係のお仕事、こういった、まあ、仕事に就いていらっしゃる方は、もう FP の資格というのは必須です。まあ、いろいろな顧客の方に対して幅広くライフプラン全般的な観点からアドバイスをする。その中で、いろいろな商品をおすすめしていく、そういうコンサルティング型のアドバイスというのがもう必須になっているわけですね。ですからもうすでに、こういったお仕事をしていらっしゃるという方は、FP の資格をもう取得しているという方も多いと思いますし、まだ取得していないという方は、ぜひもうすぐにでも FP の資格を取得してほしいんです。また FP は、独立をして、まあ、独立系 FP として活躍をしているという方もいらっしゃいます。で、まあ、個人の方が FP に相談に行こうという機会も増えていますので、もう十分に FP として独立をして活躍ができる。このように FP としては、ビジネスチャンスとして捉えることもできる。このような資格になります。で、それではまあ FP ってどういうことをする仕事なんだろうということですけれども、FP は個人のライフプランに対してアドバイスをしていく。で、ライフプランというのは、まあ日本語に訳すときは生涯生活設計、このようにまあちょっと固めの、言葉で、言うことが多いです。まあ、将来にわたって、自分の生活をきちんと計画を立てていく、これがライフプランなんです。で、ここにライフデザインという言葉がありますけれども、これは、その方その方によって異なる価値観ですね。人が幸せである、そのためには何が必要かと言いますと、まあ、生きがいは必要だと思います。ライフワークがあるですとか、親しい人がいるですとか、または自分は、安心にのんびりして生活をしたい、それが生きがいである、または趣味に生きていく、そういったことでもいいんです。あと、健康であることが望ましい、それからお金と書いてありますけれども、経済的なものがきちんとしていないと、現代では幸せな生活というのは言えないと思います。この3つがあれば、まあ、少なくとも幸せであるということは言えると思いますけれども、生きがいはその方によって異なりますし、お金がどのくらいあれば幸せなんだろう、それもその方によって全然違うわけですよね。その方によって価値観、が異なる。その価値観を生かしつつ、自分の将来に対して、きちんと計画を立てていく。
で、その中で FP というのは、経済的な側面、お金のこと、経済的な側面に対して、ファイナンシャルプランニングをしていく、これが FP の資格です。で、ライフイベントとありますけれども、これは、人の一生の中で、誕生から成長、自立、そして成熟をして、老後を迎えて、最後は相続が発生する。このような人の一生の中で、人生の節目節目とも言われるイベントがあります。成長の過程で、学校に通って教育を受けたりするわけですよね。そして就職をして自立をする。そして、例えば結婚をする。そして子供ができる。マイホームを購入する。その時には結婚資金ですとか、それから、子供の教育費ですとか、そしてマイホームの取得資金ですとか、そして老後の生活資金、様々に考えなくてはいけないお金の計画というのがあります。ですから、ファイナンシャルプランナーは、この人生の節目節目でかかる大きなお金、それを踏まえつつ、その方のライフプランに対してアドバイスをしていく。で、将来にわたって、顧客の、経済的な状況がどうなっていくんだろうということを予想していきます。FP は例えばキャッシュフロー分析ですとか、バランスシート分析、このように、顧客の、生活ですね、それを経済的に分析をして様々にアドバイスをしていきます。FP の勉強をしますと、キャッシュフロー分析ですとか、バランスシート分析、このような手法も勉強することができます。ですから、勉強するだけで、ご自分のライフプランをきちんと立てることができるようになる、このような資格でもあるわけです。はい、それでは次に、FP の資格制度について見ていきましょう。レジュメの3ページをご覧ください。はい、まず FP 資格の種類ということで、一番上の段ですけれども、CFP、AFP、そして1級 FP 技能士、2級、3級 FP 技能士、このような FP の資格がいろいろあります。左側の AFP、CFP 資格、こちらは民間の資格となっています。そして右側の1級、2級、3級 FP 技能士、こちらが国家資格としての FP 技能士という資格になっています。まず民間の AFP、CFP 資格、こちらから見ていきたいと思いますけれども、まず、AFP 資格、これが、民間の FP では普通資格になります。日本、FP 協会、という団体が行っている。で、この AFP 資格、取得するためには認定研修の修了が必要になります。この認定研修というのは、レックの、受験対策講座、これが日本 FP 協会から指定されている認定研修になります。この AFP の資格を取得するためには認定研修の修了が必要である。これぜひ皆さん、覚えておいてください。で、AFP 資格を取得すると、FP の上級資格である CFP を受験することができます。CFP 資格は民間の最高峰の FP 資格ですけれども、国際ライセンスなんですね。ですから、アメリカですとかカナダですとか、それから最近ではアジアの国も、非常に増えています。国際的に CFP という資格を行っている、このような国際ライセンスになります。そして、FP 技能士ですけれども、こちらは国家資格で、厚生労働省管轄の資格です。ただ試験実施団体がですね、日本 FP 協会、そしてもう一つ金融財政事情研究会、この2つの団体が試験を実施しております。ですから日本 FP 協会は、民間の FP 資格も、行っているし、FP 技能検定も、行っている、このような形になっているんです。
で、国家資格は、3級からありますけれども、3級 FP 技能士、これが、FP の中では初級の資格になります。そして2級が FP の、国家資格としての、普通資格。そして1級 FP 技能士、国家資格の最高峰の資格です。で、3級 FP 技能士は特に、受験要件ありませんので、どなたでも受験することができます。そして2級 FP 技能士なんですけれども、これ受験要件があるんですね。ここに実務経験とって書いてありますけれども、2級 FP 技能検定を受験するための要件3つあります。まずは、3級 FP 技能士、技能検定に合格をしていること。そしてもう一つ、この日本 FP 協会が指定する認定研修を修了していること。そして、2年以上の、FP に関する実務経験があること。この3つの中の1つを満たすことで2級 FP 技能士を受験することができる。で、この民間の FP 資格と、国家資格、どのような関係になっているかということですけれども、民間ではこの AFP 資格が、普通資格です。国家資格の方は2級 FP 技能士が普通資格です。ですからこの2つが同じレベルといいますか、これ試験は1つだけです。皆さんは2級 FP 技能検定を受験する。そうすると2級合格すると2級 FP 技能士になるわけですけれども、2級 FP 技能検定の合格と認定研修の修了、この2つの要件を満たすことで AFP に登録をすることができる。そして AFP を取得すると CFP を受験できる。このような仕組みになっています。ですから、この認定研修というのは、2級 FP 技能検定の受験要件の1つにもなっておりますし、2級合格後 AFP に登録をするための要件の1つにもなっている。これが認定研修なんです。そして、国家資格と民間の資格の違いですけれども、国家資格の方は、試験を受験して合格すれば、3級 FP 技能士ですとか2級 FP 技能士、そして1級 FP 技能士になることができます。これは一生ものの資格ですので、更新は不要です。で、民間の AFP、CFP 資格、こちらの方は2年ごとの更新になっているんですね。で、例えば AFP ですと2年間で15単位取得する。CFP ですと2年間で30単位取得する。それによって資格を更新することができます。この単位というのは、FP に関する何らかの勉強をする、またはいろいろな活動をする、だいたい1時間1単位目安ですね。ですから AFP でしたら2年間で15時間程度、FP に関する勉強ですとか活動をすることによって、資格を更新することができる。この更新制というのは、ちょっと大変だなと思われるかもしれませんが、FP というのは、その時その時で税制ですとかね、または新しい金融商品が、出るとか、保険商品がどんどん新しくなっていくですとか、そのような新しい情報を追い求めていく、こういう資格です。ですから、きちんと勉強をしている、信頼のおける FP であるというのが、この2年ごとの更新制という制度なんです。それでは FP 資格取得の流れを見ていきたいと思いますけれども、まず、FP 資格に関する実務経験がない場合、まず、3級 FP 技能検定を受験して、3級に合格をする。そうすると2級 FP 技能検定受験できます。または AFP の認定研修、レックの講座ですね。それを受講して、修了することによって、3級を受けなくても2級から受験することができます。
また2年以上の FP に関する実務経験があれば、2級 FP 技能検定受験することができます。で、2級合格後、認定研修を修了していれば AFP になることができますけれども、まず先に2級、受験して合格をして、合格後 AFP 認定研修を、修了していただいても大丈夫です。2級合格と認定研修の修了、この2つ、が揃えば AFP に登録をする。そして、上級の CFP、などを受験することができる、このような仕組みになっています。CFP になりますと、1級の学科試験が免除になります。そして1級の実技試験だけ受験することで1級 FP 技能士を取得することができる。民間資格と国家資格の最高峰の CFP、そして1級 FP 技能士をダブルライセンスで取得することができる、このようになっています。で、2級ですとか、3級1級の、どのくらいのレベルなんだろうということですけれども、3級 FP 技能士、これは初級の資格、です。ですから、FP に関するお金の知識、日常生活で役に立つ、お金の知識を取得することができる、これが3級なんですね。中級レベルの2級 AFP 資格、これは、仕事で FP 資格を使うという方は、2級までぜひ合格していただきたいと思います。で、また2級まで、取得することで、自分のライフプランをきちんと立てる、または、親しい人にアドバイスをすることができる、そして仕事で使うことができる、これが、2級 AFP の中級レベルです。仕事で FP 資格を、本当にバリバリ使うんだという方は、ぜひ、上級レベルの CFP、1級 FP 技能士まで取得を考えていただければと思います。それではレジュメの4ページを、開いてください。FP 資格ではどういうことを勉強するのかということですけれども、一言で言いますと、FP では、お金に関するすべてを幅広く勉強します。かなり幅広い内容を勉強していきます。ですから、学習するときは、それを、6つの科目に分けて、順次学習をしていきます。4ページにありますように、金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、タックスプランニング、相続事業承継、この6科目になります。科目ごとに学習をするということと、試験でも、この科目ごとに分かれて、そして1つの試験というような、形式になっています。で、この6科目の中で、一番 FP っぽい科目、これはライフプランニングと資金計画ですね。このライフの科目では、ライフプランニングの手法について学習をします。例えばキャッシュフロー表の作成ですとか、それから個人バランスシートの作成、それを作成して、プランニングをしていく、顧客の経済的な状況を分析していく、このような手法を勉強していきます。例えばキャッシュフローです表というのは、将来にわたってのお金の流れですね。FP が相談を受けるときは、顧客の収入ですとか、支出の状況ですとか、貯金の額ですとか、そういった情報を収集します。そして、その顧客に、将来こういう希望がある、例えばマイホームを購入したい、一般的には住宅ローンを組んでマイホームを購入します。そして、少しずつ、住宅ローンを返済していく。で、その中で、子供がいれば子供の教育費もかかってきます。将来のお金の流れを、ずっと分析していって、その方が経済的に将来困ることがないだろうか、マイホームを購入はできたけれども、住宅ローンを返済できない、このような事態に陥ることはないだろうか、
このようなことを分析していくわけですね。そしてこのライフの科目では、社会保険制度についても学習していきます。社会保険制度は例えば健康保険ですとか公的年金保険、それから雇用保険ですとかあとは介護保険ですとか、万が一の時に頼れる制度、これが社会保険なんです。例えば健康保険というのは、健康保険証を持ってで、病気や怪我で、病院にかかるという時に、健康保険証を提示することで3割の自己負担原則、3割の自己負担で治療を受けることができる、これが健康保険のメインですけれども、でもそれ以外に、例えば、病気で仕事ができなくなって収入が、なくなってしまったですとか、出産、期間中ですね、仕事ができなくってやはり収入がなくなってしまう、そのような時に、どのような給付を受けることができるか、さまざまな給付があるんですね。で、このような制度は、自分から申請をして給付を受ける、ですから知らないと申請ができないということもありますし、あらかじめ社会保険制度でこのような、給付があるということを知っておけば、安心して生活を送ることができる、そういうさまざまな制度があります。公的年金制度につきましても、老齢給付で FP の勉強をすることによって、自分が老後、何歳からどのような年金をいくらぐらい受給することができるのか、このようなことを理解することができます。このライフの、科目で、自分のプランニングを立てていくということですけれども、プランを立ててもそれが、そのまま、スムーズにいくとは限らない。リスク管理の科目では、万が一のことが起きた時の、いろいろな保障について学習をしていきます。このリスクでは生命保険ですとか損害保険、それから医療保険制度、などについても学習をします。で、生命保険、これは一般的には、保険に加入した方が死亡したら死亡保険金が、受け取れる、このような保険ですよね。でも、生命保険いろいろな保険があります。または、医療保険、さまざまな保障がついています。どのような保険が自分に必要なのか、それを知っておくだけで、自分にぴったりの保険に加入をすることができる。2級まで学習をしていけば、本当に自分に必要な保険は、どういう保険なんだろうということを、きちんとプランニングをすることができるようになります。そして金融資産運用ですけれども、これはまさに金融の知識ですので、例えば株式ですとか投資信託ですとか、そういった投資に関するさまざまな商品も学習します。それだけではなくって、貯金、貯蓄型の金融商品、どのような、商品があるのか、幅広く、金融商品について勉強します。で、自分がどのような金融商品を選択するのかというのは、やはり自分のライフプランにぴったり合った金融商品を選択する。それだけではなくって、その時の経済景気の状況がどうなのか、それによっても、選ぶ金融商品は違ってくるんですね。ですからこの金融の科目では、景気や経済の見方、といったことも学習をします。この金融で、景気経済の見方などを学習する。そうすると、今までは聞き流していた、経済関係のニュースがよくわかるようになった、世の中の動きがわかるようになった、そのようにおっしゃる方も多いんです。そして、タックスプランニングですけれども、これは税金の知識です。人は収入があると、必ず所得税、住民税を、負担する必要があります。3級では、主に所得税について学習をします。2級では所得税、そして住民税、そして、法人税などについても学習をします。
例えば所得税の知識って、会社員の方は会社で年末調整をしてもらいます。ですからどうやって所得税を計算するんだろうって、意外と知らない方が多いんですね。でも、会社で年末調整をしてもらっても、後から自分で確定申告をすることもできますし、確定申告をすることで、納めすぎている税金の還付を受けることができる、このような場合もあるんですね。で、また、いろんな税金の知識を知っておくことによって、上手な節税対策を取ることができる、そういった税金に関して幅広く勉強していきます。不動産の科目では、土地や建物などの不動産に関する内容、個人がマイホームを購入する、その際でも不動産に関する知識がある程度あった方が、きちんと不動産をトラブルなく、取引をすることができます。また投資用の不動産を購入する、そういうこともありますよね。で、この不動産の科目では、例えば建築基準法ですとか法律の関係なんかも勉強しますし、FP ですので不動産に関する税金の知識、なども、かなり幅広く勉強します。そして、相続事業承継、ですけれども、これは、自分が死亡した時、自分の財産を次の世代に引き継いでいく相続ですね。その際に、財産を引き継げる方は誰なのか、法定相続人、またはその財産をどのように分けていくのか、法定相続分、といった、相続に関する、そして贈与に関する内容なんかも勉強します。このように FP では幅広いお金について勉強していきますけれども、FP 資格が他の資格と違うというのは、 FP で勉強した内容がすぐに、日常生活で役に立てることができるということなんです。ですから皆さんも FP の勉強しながら、勉強した知識をすぐに、日常生活で使っていただきたいと思います。そうやって、生活で使うことによって、それが生きた知識になる。そうすることで、試験にも、合格できる力が身についていく、ということになります。はい、それでは5ページを開いてください。FP の試験について見ていきましょう。で、ここでは、2級試験の概要ということで、ありますけれども、2級試験、3級もですけれども、試験は学科試験と実技試験、この2つの試験があります。そして、学科と実技両方合格して、初めて2級 FP 技能士ということになります。で、学科試験は、マークシートですね、4種択一方式です。実技試験は、記述式、です。で、試験は、年度ごとに5月、9月、1月、この3回実施されます。学科試験も実技試験も、6割以上の正解で合格。で、学科試験と実技試験は別々に合否が判定されて、両方合格して初めて2級 FP 技能士となります。で、3級 FP 技能検定につきましても、学科試験、実技試験、両方あって、両方合格すると、3級 FP 技能士になるんですけれども、この3級 FP 技能検定につきましては、2024年の4月以降、全面的に CBT 方式での実施となっています。で、この CBT 方式というのは、パソコンを使って、試験問題を解いていく、こういう方式です。ですから、5月試験とか9月試験とかそういうことではなくって、ご自分で受験したい日をあらかじめ予約する。で、その日に、検定センターに行って、受験をする、このような形になります。ですから、3級 FP 技能検定、2024年4月以降ですね、いつでも自分の都合のいい時に受験できる、このような形になります。ですから3級に関しましては、
もうどんどん学習をして、早め早めに受験をしていただければと思います。ただ、試験内容は今までと変わりません。ですからこれから、3級に向けて学習するという方は、今までの過去問なんかも、そのままご覧いただいて、過去問をもとに勉強していただいてもよろしいと思います。はい、それでは、2級試験の合格率ですけれども、ここに折れ線グラフで書いてありますけれども、これ学科試験と実技試験別々になっていますが、学科試験と実技試験、両方受験して両方合格する方、だいたい、30% 台ですとか 40% 台、このくらいの合格率です。6割以上の正解で合格ですので、その時出題される問題ですね、それによって合格率はばらつきがあります。平均して 30% 台程度の合格率ということになります。ですから2級 FP 技能検定、必ずしも簡単な試験ではないんですけれども、3人に1人は合格する、このような試験です。ですから、しっかり勉強して十分に準備をした上で受験をすれば合格できる、試験です。ただ、やはり、試験というのは、だんだん、出題される問題が難しくなってくるということは、どの試験でも言えると思います。2級 FP 技能検定も、やはり少しずつ、難しくなってはきています。ですから皆様にはぜひ、レックの講座を、受講していただいてですね、試験に出題されるポイント、どういうところが出題されるんだろうといったことも、きちんと、講義で聞いていただいて効率的に、学習をしていただければいいと思います。で、FP の試験では、難問奇問ですとか本当に重箱の隅をつつくような問題というのは出ないです。個人の方が、きちんとライフプランを立てるにはどのような知識が必要か、またどういったことをアドバイスしてあげればいいのか、そのような観点から出題されます。ですから、FP はきちんと、時間をとって、学習をして、準備をして、勉強する受験をした方、そういう方が合格することができる、そのような試験になっています。で、実技試験なんですけれども、実技試験記述式ですけれども、これは論述ということではありません。問題の形式は、4子択一ですとか計算問題ですとか、それから穴埋め問題ですとか、そういう問題がありますけれども、4子択一でしたら、正解の選択肢の番号を書くですとか、計算問題でしたら計算をしてその答えを書く、このような形での記述式になります。実技試験が不安と、そういうふうにおっしゃる方も多いようなんですけれども、学科試験の知識があれば、十分対応できる試験です。実技試験ですので、少し実務的な、相談業務的な問題が出題されます。で、例えば源泉徴収票の読み取り問題ですとか、保険証券の読み取り問題ですとか、このような、原票が出題されるという傾向もあります。ただそれは、しっかり、学科試験に向けて学習をしていただければ、その知識をちょっと応用して解くことができる、これが実技試験です。ですから、実技試験もそれほど心配されることはないと思います。はい、それではその下の AFP 認定研修ですけれども、この認定研修というのは、日本 FP 協会が指定する認定研修ということでしたが、認定研修を修了することによって2級 FP 技能検定の受験要件の一つにもなりますし、2級合格後 AFP に登録をする、そのための要件にもなる、これが認定研修なんですね。で、認定研修、レックの講座が、認定研修に指定されているわけですけれども、
認定研修を修了するというのは、提案書を作成して、そして、提出合格をすることによって認定研修が終了になります。で、この提案書って何かと言いますと、実務課の FP が、顧客から相談を受ける、でもちろん口頭でアドバイスもしますけれども、その時に、提案書というレポートのようなものをお渡しをすることが多いんですね。その提案書を、皆さんが講座の中で、作成をしていただくということなんです。で、例えば、40歳前後のご夫婦がいて、これからマイホームを購入したい、で収入はこのくらい、支出はこのくらい、貯金はこのくらいありますというような形で、設定してある、そういう顧客が、相談に来たという前提で、その顧客の状況を分析してアドバイスをする、そして提案書という、レポートのような形でまとめて、いく。で、この提案書を、合格そうすることによって認定研修が終了になります。提案書の作成は簡単ではありませんけれども、レックの、講座では、提案書作成のための講義があります。そして、提案書アドバイザーという、提案書作成のための詳細なテキストがあります。ですから、初学の方でも、十分に、合格できる提案書を作成していただけると思います。はい、それでは6ページを開いてください。FP のこれからということですけれども、現在でも、金融機関ですとか保険会社、FP 資格はもう必須になっています。そのようなお仕事で FP 資格を使うという方、ぜひ早めに FP 資格を取得していただきたいと思います。そうやって、企業に、勤めて、そこで FP 資格を生かしていく、いわゆる企業内 FP ですね。FP 資格を生かすには、こうやって企業内 FP、として資格を生かすという方法もありますし、企業の中で経験を積んでいただいて、その後 FP として独立をする、いわゆる独立系 FP で活躍をするという方法もあります。で、その時に FP 資格だけではなく、例えば社会保険労務士ですとか税理士ですとか、それから宅建士ですとか行政書士ですとか、関連する資格を、複数取得することによってより幅広い業務をすることができる。で、このように、FP 資格を仕事で生かすということもありますし、少なくとも今は FP 資格は仕事で使う、予定はないという方でも、FP に関することを勉強することによって、十分日常生活で使うことができる、自分のための FP と言ったりしていますけれども、ですから FP は、本当にどなたにでも、学習していただいて取得していただきたい、そのような資格です。そして FP 資格を持っていれば、金融機関に就職をするですとかね、転職をする、就職転職も有利になりますし、経験を積むことによって、さらにいろいろな人に、お金に関するアドバイスをすることができるようになる、このように、幅広く使うことができる、これが FP 資格です。で、FP 資格というのは、本当に今注目されて、でこれからますます必要とされる知識を勉強する資格、だと思います。ですから、今 FP 資格を、興味を持たれた皆さんは、ぜひ、もうすぐに FP の学習を始めて、私と一緒に、合格、をしていきましょう。で、3級 FP 技能士、それから2級 FP 技能士、を取得して、さらに、上級の、CFP1 級まで進まれてもよろしいと思います。まずは、3級または2級 FP 技能士を目指して、一緒に勉強していきましょう。
それでは、今日私からはこれで終わりにしたいと思います。ぜひ皆さん頑張ってください。じゃあお疲れ様でした。